皆さんこんにちは。 Google Earth で見つけた不思議な場所、今日はスクープですね。南米ペリーのリマ沖、600キロの海底に沈む謎の丸い円形状の古代海底遺跡か、それとも UFO なのか、これを皆さんと一緒に検証していきたいと思います。場所はこの赤枠内となります。座標はいつものように概要欄に貼っときますので、ぜひあなたの目で見てみてください。では写真からです、どうぞ。これがそのリマから600キロ沖合のペルー海底の遺跡、丸い遺跡ですね。私は UFO かとしておりますが、果たしてどちらでしょうか。そして次の写真、これです。この丸いものはまあ綺麗な星円ですよね。後でこれ測定してみますが、大きさ直径を測ってみます。果たしてこれは海底の遺跡なのでしょうか、それとも UFO が、まあ、沈んでそのままこういった形で沈んでいるのか、皆さんはどう思われますか。それとも海底人の何か、海底の都市なのでしょうか。皆さんのたくさんの意見お待ちしております。中央部に何か盛り上がったものもこういうふうに見えております。後で詳しく分析していきます。次です。はい、ちょっと引いたところがこういった感じ、こんなところの、まあ、こういった位置に丸いものができております。まあ、自然にできるものではないですよね。海底火山の噴火ならここはほげるはずですね。中は噴火口みたいに中はこうえぐれたようになるんですが、逆に盛り上がって丸いですよね。そしてこういった綺麗な円形状の形になるのはまあおかしいですよね。明らかに人工物の気がします。皆さんはどう思われますか。そしてこれです。今日見つけたペルー沖の海底に見つかったこの丸い謎の円盤型のものは古代の海底遺跡なのでしょうか。こういうのに詳しい方ぜひコメントください。まあプロの方でもぜひ説明お願いします。そしてこれです。まあ、この辺が半分欠けたようにも見えますが、こちらがまあ元の構造物が残っているような気がします。こちらの半面が何で削れたのか分かりませんが、こういった形で右側は損傷しているように見えますね。左側が盛り上がったものです。拡大したらこうなります。この辺は何かないですよね。何かこの辺パイプみたいなものも見えておりますが、これをぜひね、この位置座標貼っときますので、まあ、専門家の方ここに船を出してね、潜水艦でもいいです、探査船でもいいですから、ここを調査してほしいものですよね。まあここら辺の海底の深さがどれぐらいあるかは分かりませんが、まあ今の技術でしたらこの海底遺跡を調べることができると思いますので、ぜひ調査をお願いしたいものです。そしてこれです。ちょっと引いたところ、座標はここです。はい、これは概要欄に座標リンク貼っときますので、皆さんも Google Earth Pro を立ち上げて見てみてください。これは海底ですね。そしていよいよフィルターをかけて詳しく見ていきます。これがその拡大したところです。フィルターをかけますね。はい、これがまあオリジナル、そしてさらにちょっと強調したものです。どうですか、今はっきり見えてますね。さらに薄めにします。これです。ここら辺に四角い何か入り口のようなものも見えます。そしてここ真ん中辺、中央部に何か突起物、こういったものが見えますが、パイプのような長いもの、果たして何でしょうかね。これ最大まで拡大しております。さらに色を変えました。どうです、ここ
突起物見えますよね。さらに構造物がこうあるように見えます。円形型の、まあ、古代の遺跡でしょうか、それとも UFO でしょうか。まあ UFO とは違うような気がしますね。ちょっとこう階段みたいなものがうっすら見えてます。どうですかここ。はい、階段みたいなものが見えております。やはり昔このペルーでは遺跡がたくさん発見されておりますので、これはまあ海に没した遺跡でしょうかね。昔の遺跡跡でしょうか。こう階段のようなものも見えます。そしてこれです。そしてこれどうですか。青目をちょっと強めにしたところです。拡大するとこれです。さらにはい、これ今階段が浮き出して見えます。そしてこれ、まあ、この辺はちょっと見えづらいですけど、はい、こういった感じになります。一番薄いのがこれです。さらに薄くしてみましょうか。はい、明るくしました。ここ入り口みたいなものが見えてきました。一番明るい状態にしました。よく今見えてます。階段のようなものはこれです。皆さん、これは何だとお思いでしょうか。綺麗な声援ですよね。この円形型のものは果たして何なのか、皆さんのたくさんのコメント、想像、推測、いつものようにお待ちしております。今日はこの南米ペルー沖リマ沖の600キロの海底のに沈む古代海底遺跡らしきものを発見しましたので皆さんにご紹介しております。それではその場所を Google Earth 立ち上げて見に行きます。はい、こちらが南米です。ペルーがここにあります。そしてズームしていきます。はい、そして、まあ、この辺がリマでしょうかね。この辺にリマという一番近い都市があります。そこから約沖に600キロぐらいのところです。これが、まあ、269キロ、まあ、600キロあるかな、300、500キロぐらいですね。この縮尺の下の半例が269キロの長さなので、まあ、約500から600キロの沖合に沈んでいるといったものです。これズームしていきます。するとこれへこんでいるように見えますが、へこんでません。これは飛び出してるんですね。そしてズームするとこういうふうになります。はい、どうですか。これが実際の Google Earth Pro を立ち上げたものです。あなたはこれは何だと思いですか。回転します。ゆっくり回転してみます。こちらの部分が半分欠けてますよね。そしてさらにもう少し引きます。そして回転してお見せします。こちらに影が出てできております。こちらから、まあ、光が当たってるというか海底に光が届いてこちらに、まあ、影ができているということは、まあ、高さがあるということですね。これの高さ、影の部分を測ったらだいたい高さが分かるんじゃないかなと思いますので、はい、これが約メートルにしますよね、1492ということになります。高さがかなりありますね、1492。まあこれ影なんで何とも言えませんけど、この半分としてもまあ高さが500メーターぐらいあるものだということが推測されます。続いてこの直径測ってみます。はい、これが直径出ました。 6207.kg に流しましょうか。はい、6.21kg です。ということは直径が 6.21kg ですね。ということは、まあ、先ほど私14メーターと言いましたけど、14メーターもないですね、6メーターですね、6キロメーター、6000メーターですね、約6キロ、6000メーターあります。続いてこの円のやつでやってみます。はい、円でやってみます。正確に測るために、はい、この真ん中でここで止めます。これで
3.55、半径が 3.55 なんで、やはり7キロありますね。倍にして、まあ、約7キロ、半径が 3.55 キロの、まあ、この円形型と綺麗に円の中に収まりますので、人工物のような気がします。自然にこれだけの円はできませんよね。これが今円でお見せしております。ここに平方メーターが出てます。大体の範囲の平方メーター、これが3、まあここえらい桁数がありますので、まあ、これは皆さんこの数字ということになります。はい、円周が出てます。円周は 22.33 キロです。はい、ズームしております。綺麗な円ですよね。はい、これでこれがその謎の円盤型をした、まあ、海底で見つかった海底古墳なのか海底遺跡なのか、それは分かりません。謎です。皆さんこれは何でしょう。ゆっくりとこの座標貼っておきますので、見てみていろんなコメントください。今日はこちら Google Earth で見つけた謎の円盤型の海底に沈む遺跡、直径が14キロと言いましたけど、直径は約6キロですね。 6.5 キロぐらいあります。直径、半径が 3.37 ぐらいでしたかね。そういったわけで今日はこちらの謎の海底遺跡か UFO か、ペルー沖に沈む Google Earth で発見しましたので、皆さんにご紹介しました。また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。ラピッ TV でした。位置はここになります。北にします。まあ、北にするとこの位置、ペルーのリマ沖です。そういったわけでもう一度ここを座標を見て終わりたいと思います。ここに登録しているところに飛びます。はい、こちらとなります。また不思議なもの見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。果たしてペルー沖で見つけたこれ何これでした。ではまたです。さよなら。ラピッ TV です。